イエレミアス二世イトラノスは、数字にわたって1572年から1595年までの間に、コンスタンディヌーポリ総主教を務めた。エレミアス二世イとも、ルターハトの往復書館、及びモスクワ総主教庁の設立などで知られる。有力者であるトラノス家のギリシャ人であるイエレミアスは、アンヒアロスに生まれた。1572年に総主教に、 戦立されたが1579年に罷免される。これは、オスマン帝国の支配者が宗主教在位年数に制限を設けたためであった。しかしイエレミアスは、翌年に再び宗主教に戦立され、1587年にも同様に再び戦立された。1595年、コンスタンディヌーポリで死去した。イエレミアス2世の在位年間は、 西方教会において宗教改革、対抗宗教改革が起こっていた時期と重なっており、特にルーテル教会と正教会の関係や、ウクライナにおける教会組織への裁定、モスクワ総主教庁の設立におけるロシア正教会への裁定など、多くの重要な局面にイエレミアス2世は関わった。 1576年から1581年にかけてイエレミアス総主教は正教会とプロテスタントとの間における最初の重要な神学的交流に関わった。ルター派のヤーコプ・アンドレーとマルティン・クルシウスにより、中便ンからアウクスブルク信仰告白の写しの翻訳が総主教のもとに送られた。これに対しイエレミアス二世は三通の変身として、 知られる反爆を書き、正教会が宗教改革を必要としていないことを明らかにした。ルター派の側は1通目と2通目に対しては返答を行ったが、3通目に対しては返答せず、両教派は不一致の膠着状態に行き詰まった。彼らによって行われたこの往復書簡の重要性は、正確かつ明らかに正教会とプロテスタントが お互いに異なる立場に立つことを示したという点にある。イエレミアス2世は、ローマ教皇グレゴリウス13世によるグレゴリオ歴を認めなかった。20世紀初頭には、コンスタンディヌーポリ総主教長は、グレゴリオ歴に合わせた修正ユリウス歴を使用するようになり多くの教会がこれに追随したが、エルサレム創主教長やロシア正教会などは、現在もユリウス歴を使用しており、 現在も、なお前世教会は、グレゴリオ歴を受け入れてはいない。イエレミアス2世はロシアを訪問中の1589年に、モスクワ総主教庁を設立するにあたって果たした役割でも知られている。イエレミアスは当初、自身を、初のモスクワ総主教の候補とする意向を示したが、ボリス・ゴドゥノフは総主教の座所は、当時貧しい地域であったウラジーミルにあるべきであると、したため、 イエレミアスは代わりに、ボリス・ゴドゥノフの協力者であった、イオフを総主教に、の部将をした。このルーシロシア歴法の間に、ウクライナ、南西ルーシで下した数々の裁定が、ブレスト合同に影響している。ありがとうございます。